イリアはエリュシオンと共に人々を説いて回った。古来より続く人間とドラゴンの絆を取り戻すことこそが魔人に対抗する力となるのだと。囚われよ、貴様に役目をやろう。役目？こんなこと、こんなことありえない。だって人がこれほどの文明を誇ったのは、私の知る限りでは千年前、かの女神イリアが生きた時代。組織を作るんだ。いや、宗教かな。こんにちは、私はイリアの親代わりのネーネ。イリアと一緒でなければ意味がない。人とドラゴンが絆の契約を、そんな時代が来るというのか。私と契約を結び、マナの営みを私に委ねるのです。女神も精霊も信仰の全てが揺らぎ出す謎の門をくぐり、巫女が迷い込んだ先は、人とドラゴンが争う千年前の世界。知られざる歴史を突きつけられた彼女は、世界と未来を守るため何を選ぶのか。覚悟と共に選択した者にだけ正しき道への門扉が開く。エリュシオン！次回、ドラガリア・ロスト、ロスト・ヒストリア、失われし真実。その時、やっと気づいた。私はとんでもない思い違いをしていたのだと。